したら、プレストンとまず一回話さなきゃいけないのと、あと、おもちゃを探しに行った、グールのおじいちゃんが、どうなったのかっていうのちょっと気になるところなんで、まずこの二つをちょっと行ってみますか。授業の予習もこうやって見たらレーダーかっこいいな スパイク装備ね、最初使ってたけど重いんだよね。一回もうちょっと人が集まるのを待って、でレッドロケットからプレストンと話しに行きますか。オートメイロンのね、やっぱこのミッションをやりたいから、ケイトさんはなんか大丈夫そうだから ちょっとバルト行くのは後回しでいいかな。バルト行ってしまうとさ、バルトの内部もし探索しなきゃいけないとかってなったら、もうそれだけで1時間以上かかるんだよね。アルミニウムとかはまあ、時ちょっと 足りなくなってすごい困ってたけど、今スクラッパーのさ、パーク手に入れてからは、なんか見なさいぞ、パーク手に入れてからはなんか武器とか拾ってそれをスクラップすれば、まあ、大量に1個に1つの武器につきマックスで20個近くアルミニウムなんかもらえるかもしれない。無視して拾わなくてもいいかなっていう。で、コンパニオンどうすっかな？なんかずっと、誰がいいと思う？コンパニオン。全然考えてなかった。誰かいたかな？ストロングは嫌だし。パイパー？プレストンがいいかな。ちょっと一回オベランドステージに寄っていくか。じゃあ、そういえばオベランドステージは人来たかな。オベラン、あれ、オベランドステーションじゃないか。オベランドステーションじゃない。オベランドステーションにも大砲置くか。オベランドステーションに大砲置けばコモンウェルス全領域っていうか全区間が大砲の射程圏内に入るんじゃないかな。キュウリ何も持ってないよね。BIB of assistance。じゃあちょっとこれでいくか。 A pleasure to see you again, sir. Are you ready to depart? すごいよねこれ Time to hit the road. Wonderful.I look forward to traveling with you. で、キュウリは一回グリーントップに戻ってもらって、よし、ちょっとコンパニオン変えていくか。で、これはもうほんと接近特化にしてるから、刀持ってソード持ってスピードは高いから接近でも敵を薙ぎ払ってもらう。さて、まずプレストンのとこ行くか。じゃあプレストンはここか。なんか このキャッスルは別に水資源とか食料とかを確保しなくてもどん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 幸福度が上がってるから、なんか俺が帰ってっていうか変に手を加える必要ないかなっていう。後で相当時間に余裕があるときにちょっと強化すればいいかなっていう感じ。プレストンどこ行った？プレストンに話さなきゃいけないミッションは何なんだ一体。がなんか全然減らないね あ、これか、レーダー倒せってやつか。カントリークロッシングの、プレストンどこに行った。
あれ、プレストンいないんだけど。ちょっとプレストン、全くプレストンの気配がないぞ。金みたいなの置くか。そうすればね、金を置けば、それを鳴らせば来てくれるはず。どうやったかな。あ、いたいた、そこ。はい、プレストン。What now? I'll mark it on your map. We can use all the support we can get. So see what you can do to help. It's 2 o'clock in the afternoon here at Radio Freedom. Nothing to report. Keep it tuned. なんかまた始まって。次から次へとミッションが始まりますな。なんか一つ終わらせたと思った。これどこだ。ここか。ここな。ここ拠点として使えなかった場所なんだよね。うん。行きますか、じゃあ。ここな。先にこっち行くか。あれ、プレストンと話して。あともう一つ、何しようとしたんだっけ。あ、おもちゃ探しに行ったおじいちゃんか。探しに行った方がいいのかな。なんか、スーパーミタントにやられてそう。あそこ一人で行くのはどう考えても生き残れないよね。あの人一人じゃ。こうね、多分話して使えるようになってくるでしょ。えい。Excuse me. Am I ever glad to see you? We could really use a hand. Sure. Tell me what's going on. A pack of feral ghouls have holed up nearby, and some of them have started wandering out lately.If more of them start wandering out this way, we may be overrun. We need someone to clear them out. どこだろうね、これ。Okay. I'll have a look, but I can't promise anything. Well, that's all I can really expect. Psycho call. どこだ?ここか。全然ここはまだ行ってない場所だ俺。ここ行くんだったらまず先にね、周り埋めてきながら、このちょっとここはまだ後だな。じゃあおもちゃ探しに行ったおじいさんのとこ一応行ってみるか。どこだったかも場所完全忘れたよ。アトミックじゃなくてなんかおもちゃ工場みたいな名前だって。ここら辺じゃなかったっけ。これか、ウィルソンのオートメイトリーか。一応見といた方がいいかな。なんかフラグみたいなの立てたからね。Strength is a measure of your low physical power. It affects how much you can carry and determine the effectiveness of all melee attacks. ナンバー9697ってことはさ、どんだけあんのこのカタログ。1から全部あんのかな。どういいと思う。もうスーパーミタントいるし、すでに。もうすでにスーパーミタントいるもんな。バレてる、バレてるけど、どっか行ってしまったな。持ってきた。あー、そこで動かないでよ。2人いるのか。手段持ってないから。まあ、見てるのかな。そんなすぐには多分いっぱいリスポーンはしないはずだから。アサルトライフルちょっと狙いにくかったからサイトつけた。こっちの方が狙いやすいかな。グローサイトつけるだけで全然違う。
ちょっと長崎じゃチラッと見とくか。リロード早くていいな。I suggest we take as much as we can carry。じゃあ中入るか。ここから確かか。これ入れたよね。おじいちゃんいるのかな。何もなかったらなかったで、まあ一回スーパーミザンと倒して武器奪って、改造されてる武器は本当にスクラップするだけでアルミニウムが最大20個まで、普通に2段階くらいまで強化されてればアルミニウム手に入る。1段階だけじゃ手に入んない。多いのかな。ここなんか鍵も持ってんだよね。それ見たらもう全部復活してる。まさか全部リスポンしてんの。大丈夫ですね、倒していくか。全部復活してる。早くないか復活するライフル。 Hello? Someone there can hear you? Ears break tricks or noise? やっぱここ行かなくていいんじゃない。なんかもうめんどくさいな、ここまた行くから。 Don't have the card. あれ俺カード持ってない。 I hear something! おじいちゃん、おじいちゃんいるかな。いたところでって感じだよね。この状態でさ、スーパーミザンと中を生き残ってると思えないんだよね、正直。多分上だな、これ。下はないかな。まだまだいるもんな。ここスーパーミザンの数が尋常じゃなかった記憶がある。一応ちょっとおじいちゃん心配だから見とくか。上にいるんだよね。これ厄介なんだよな、上から撃たれると。確かさ、確かさ、こっちからはいけないんだよな。下から行ってだから、このエリアの構造も忘れたぞ。I can smell you out there. Let us come and eat. Let us all. Good, spineless human. 数が尋常じゃないな、やっぱここ。でも武器すごいいい武器いっぱいね、これ。あれ、なんか俺3体倒したよね。なんで2体しかない。ちょっとロボット撃ってた。来てんな。ロボットに当たってしまうな。このロボットの声イケメンだな。コズワスはなんかちょっとなんていうか独特。大したお金とかは別にいいかな。武器さえも広げる。行った方がいいのかな、ここ。なんか行く意味がいまいち感じられない。ここは確かもうこれで行き止まりなんだよな。ここにおもちゃいっぱい落ちてるだけだよね。上から行かないと、上から行かないと、これ確かどっちから行くんだったかな。こっちはここに繋がるだけだから。違うな、思い出した思い出した、こっちだ、順路こっちだ。こっちから上に登らなきゃいけないんだ。だね。上にいっぱいいるな。 Hey! You disappear! No fair!ここは確か下は何もないんだよね。上登るんだよね。で、上登る道ってこっちからか。体力はまだ大丈夫だな。夜に来るような場所ないだろ、ここ。見づらさが尋常じゃないぞ。いた。
強い。全くブレないね。リコイルがほとんどないね。これ弾がブレないっていうだけでこんなに狙いやすいんだっていう。来てる来てる。いやまだいるよ。いやー全くおじいちゃんの気配ないな。いっか、まあ、スバミトンと倒して。オーバーロードか。そっか、これはオーバーロードが強い。プラズマライフルでも作ってくる。でも殴った方がいいか。いや、ミサイル使う。まだ死なない。あと一発か。おじいちゃんいないね。いないか。どっかでもうスーパーミトンってやられてるか。うん、全くおじいちゃんの手配ない。あれ、なんかこの中にセーフあったっけ。もうアイテム復活してんだ。早いね。前来たばっかりなのに、ここ俺。確かここのさ、奥の部屋になんか。じゃないな。ちょっとアイテムはいいや。前しっかり探索して回収したから。どこだったかな。ここにいる。この、中にホロテープあったけど。いや、でもいないよね。いないね。いないです。もういいです。ちょっとここ時間がちゃんと探索し、もう前やったからね。いや、よし、帰ろう。おじいちゃんの気配はなし。いや、なんかね、セトラーの人もおじいちゃんがここに行った的なことを言ってて、言ってたから、なんか行けばイベントは起こるのかなっていう気はしたけど、特にでもなかったね。したら、プレストンとおじいちゃん終わったから、次は、新しいエリア行くか。オートメイロン系のやつ行きたいんだよね。アンテナ終わったから、おじいちゃんの気配はなかったです。え、スポットライトもあるんだ。間違った。結構弾これ一瞬でなくなる。あんまり強いからどんどん撃ってしまうけど、まあ、なくなったなくなったで、オーバーシーは次使えばいい。これ終わったからで、グールがいるのここか。まあ、ここ行ってもいいけど、どうせ行くんだったらやっぱりね。ちょっと待ってよ、マップは暗くて見えないぞ。こっからさらに上に登っていく感じかな、次行くとしたら。うん、そこに建物が密集してんのか。その密集してる建物の中に セカンドレーダーがあるって感じか。行きますか。うん、行きましょう。じゃあね、次行くとしたら、まあ、こっちから行ってもいいか。でもそう考えたら、いやでもな、どうせやったらやっぱここ行きたいから、ここ行く前に。でも建物がね、ここに4つくらいあるんだよね。どうすかな、どこなんかここになっちゃうね、どうしても。まあいいや、まずここに飛ぼう。1時間くらいやかな、やるとしても。ちょっと大学の授業の予習をしなきゃいけない。もうガンダム復活してんのかな。そう考えたら、あ、だいぶ裏に切ったから、こっちじゃなくてぐるっと回ってこっちだな。てかもう見えるね、建物ね。このね、
さあ行きますか。あ、なんか早速飛んでるよ。早速飛んでるし、こういう、いいよ、強い。ロボットいっぱいいるね。もう来てんな。実弾系効くかな。いやー、まあ効くっちゃ効いてるな。ガンガン強いか。セトランか。前が見えない。自爆するんだよね。いるね。奥の方だな。弾はもうどんどん使っていくぞ。あまりもったいないもったいないって言われない。さすがに自爆攻撃食らったらダウンするよなってか。キュウリーはこの自爆攻撃食らってもいい人だからな。すぎるだろう。向こうの方からレイダー、ロボブレインがいいんだ。どうすっかな。これ当たるとなんかすごい厄介。ガンマガンじゃなくてプラズマあるから使う。取ってる。当たってないな。突っ込むか。これレア武器だからね、時間が遅くなるって。狙えばそれか。ミサイル撃つか。いや普通に行った方がないな。これでしょ。あ、いる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 。実弾はなんかすごいことになってるんですよ。自爆してないから実弾はあんまり当たらないんだよね。正直動き早いわ。倒した。 OK、 ロボブレインで奪えばいいんだな。来た。これをエイダ連れてきた方がよかったか。エイダと話せだ。エイダと話せってなってるから一回帰るか。じゃあエイダ連れてきた方がよかったね。オートメイロン系のミッション行くときはエイダ連れてきた。セトラーか。ここはでもまだマップ上にアイコンが一つも表示されてないな。近くに4つくらい建物あるはずだけど先にこれをやってしまったんでしょ。エイダの方がいいね、やっぱりね。エイダ連れてくれば楽だ。他にロボットをしたい。ちょっとエイダに切り替えるか。ごめん、なんかこのオートメイロン切り替えた途端にエイダに戻すっていう。ちょっとエイダだな。エイダエイダーは確かテンパリングバフにいるはずだから。違う、あれエイダーここか。武器とか一回ちょっと崩してからの方がいいかな、持ち物。でもエイダーいっぱい持てるから大丈夫かな。いざとなったらエイダーに持たせればいい。Hey, Ada-san. If there's anything I can do for you, please let me know. Here you go, Ada. One slightly dented but still functional radar beacon. This will do nicely. And with any luck, it'll help us trace the mechanist's signal. Don't worry. I'm sure it'll do the trick. I certainly hope so. I'm going to begin my decryption routine. But it could take a while. In the meantime, I've picked up another RoboBrain beacon signal. It should be the last one you'll need to collect. Sarcastic, 言ってみる? Let me guess. This is going to involve a lot of walking. Your astuteness is impressive. If my calculations are correct, the signal is coming from... Oh, this isn't good. Location confirmed. The RoboBrain is at Fort Hagen Satellite Array. Which means it's in the hands of the Rust Devils.
ラストデビルの本拠地か、今度は。じゃあガンナーの次は、ちょっとラストデビルのこと聞いてみっか。 Who or what are the Rust Devils? Allow me to explain. My old caravan encountered them once while crossing the river into the city. The Rust Devils are a group of ruthless raiders who utilize robots for their nefarious practices. They scour the Commonwealth looking for my kind. What they can't capture and reprogram, they strip for spare parts. I realize they pose a greater threat to me than you. I just want you to be well informed. That being said, despite what lies ahead, I'd be more than happy to accompany you. If you like. If not, then all that remains is to wish you good luck. Oto Hagen, satellite already. Takana, what are you doing? Hey, Ada. Would you like me to go with you? Yes. Time to hit the road. Excellent. I'll endeavor to do my best.さあちょっとごめんね、一回オペランド写真に帰ってもらおうか。どこだ次の場所。これか。 It has identified the Fort Hagen satellite array as the location of the final level plane. I should proceed out there to retrieve its later beacon so we can finally locate mechanistおお、やった、ここもう行ってる。もう行ってる場所だから。よしよしよし、ここって何だったか。ああ、ん?ここも行ったな。なんかいまいち思い出せないけど、もう行った記憶はある。こっから行くか、シェルターから。よし、こうやってもうすでにね、エリアを探索してると思う。気が楽だよね。構造とか覚えてるから。戦いとかも有利に進められるし。あと細かい探索も全部してあるから。さあ行くかいだ。ここは俺はもう出るな。よし、ここにセットしとくか。どっちだ、どっちだっけ。え、あれ、なんかと被って分かんない感じ。被ってて分かんないからちょっと地図見ていくか。こっちじゃなくてこっちだね。あー、ここって確かさ、地下になんかバンカーみたいなのあったとこか。覚えてるぞ。アサルトあと1000発か。結構2000発近くあったけど、だいぶ使ったね、弾。ちょっとエイダと一回話しておく。 Hey! How may I be of service? Hey, Ada. Here you are. I hope these help. ありがとう。 Hey. What can I do for you? Yes, sir.That's all for now. Very well. いや、エイダの英語一番聞き取りやすい。それはそうか。人工的に。あれだよね。AI じゃん。おお。もういるね。ラストデビルがいいんだね。あ、ここラストデビルの。あれ。最初俺来た時こんなんなかったな。なかったね。ああ、ラストデビルのこういう感じになってんだ。なるほど。若干エリア構造変わってる。バレてる。来てる。強いエイド。ニューモット。これ敵ちゃん倒した方がいいよね。なんか敵ちゃんとやっぱり回収しないとさ、ニューモードとかできない。どうなんだ。弾突っ込みすぎた。ネイルガン撃ってる。だいぶ改造してるな。強い。これは強いぞ。実弾あんま撃ってもダメじゃない。いや、エイダ。エイダ頼もしい、やっぱり。さすがだ、エイダ。いやー、ちゃんと拾った方がいいな、やっぱ敵倒したら。でも、まあ、敵自体は、やっぱ人間かな。レジェンダリーもいるね。レジェンダリーも。エイダが戦ってくるとか、後ろから。援護するかもしれないですか。殴るか。
ごめん、エイダ。おお、これいいね。前来た時はね、なかったよね、こんなに。なかったね、前来た時はね。で、ここの下に入れるね。それは覚えてる。ん？ここじゃ、こっちだったっけ？ほうほうほう。なんか暗くて暗くて全然ちゃんと回収した方がいいな。これ入門とかが手に入るぞ。ちょっと一回スーツ脱いで、ロボット全部拾ったよね、来たやつは。ちょっと一回止めるか。ターミナルがあったので、With all these mechanized bots on the loose, we can't afford to skimp on lookout. For all we know, the bastards is planning a raid to take all our bots tomorrow. No look, Zhao, this doesn't mean you can set 3 bots to patrol the area and take a nap. I want at least 2 living, breathing humans patrolling the perimeter at all times.And let me know immediately if you see any strange bot come up the hill. セキュリティドア開ければいいんだな。下のやつがいたのか。とはもう探索はいいかな。あ、向こうの方とかでまだ入ってなかったか。ちょっと録画されてるね。よしよし。たまーに録画しないときがあるから、下気になってね、ずっとそのまま進めて、あれ待って、録画してないっていう気がついたときの衝撃ね。確かさ、これここでよかったか、ここの下からなんかさ入る、あ、ここも入れんだよね、ミリタリーバンカー。これ初見全然気がつかなくてさ、ずっとここら辺をねさまよってた。何があるのここって思いながら、ここでなんか中にあ重要なアイテムがあったわけじゃないか。そうか、別にエイダとかもロックピッキングの能力つける必要ないから改造、あー失敗したな、ちょっと失敗したね。一回変えるか。 Got it。一回帰ってエイダさんのちょっと改造を変えますか。もっと、まあ、ここはこれだけで、ビーコンがここにあった、それは止めたんだけどね、うん、ここは他に何もない。ちょっと一回帰るか。一回帰ります。行きますか。なんかおかしいね、これね。スクラッパーのモードを上げてからさ、自分がまあタグつけてるアイテムっていうのが白でハイライトされて表示されるようになったんだけど、なぜかこのロード画面のアイテムまで、まあこれもねご愛嬌ですよ。フォールアウトはもうね、あんまこれ細かいこと言っちゃダメ。どこにパワースーツ俺は脱いだったかな。あれ、あ、こっか。わかりやすい場所に置いとかないとね、どこに脱いだか忘れてしまった時。さあ行きますか。ミッションの概要はエンターしろ、ヘイゲンハンガー。敵強いだろうからちょっと武器何使うか決めとこう。まあ基本的にはこのオートマチックアルサスライフル使って、厳しいなと思ったらプラズマライフルかな。これ使ってもあんまエナジーダメージとか入る、まあ、遠くにいる敵はこのレーザーマスケットを使うって感じかな。まあ基本的に実弾はあんまりロボット系に効かないかなと思ってたけど、まあまあまあそれなりにダメージ入ってるっぽいからいいかな。
なんといってもこれほとんどリコイルがないから弾ブレがねほぼないっていうか、ターゲットにずっと弾をさ集中的に当てられるからなんかすごい使いやすい。ここだね。ここは最初来た時はなかったんじゃないか。いよいよメカニスト、もしかしてこれ。ヌカワールドとか、あとなんだっけもう一つファーハーバーとかはコモンウェルスじゃなくて全く新しい場所に行くっていう感じだけど、オートメイロンはコモンウェルスの中にあるんだね。新しい場所追加されるって。いやここだろう絶対。罠が早速張ってあるな。おお、こんな場所の。ちょっと警戒していくか。罠いっぱい張ってありそうだ。今扉あるな。でもまだあれだね、ラストレベルの。まだ現時点でここは分かんないのか。これ何？アサルトロンの塔って何？レジェンダリーいる早速。しかもさ、あれタレットじゃない？違うか。レジェンダリーいるね。もうバレてる？バレてるし。エイダ。いいねエイダ。このマシーン相当強い。ループからもレジェンダリーいるな。あれエイダーダウンした。どうすっかな、ライフル使ってくこれしかダメージ入んないの。嘘だろおい。ダメ、プラズマライフル使うしかないな。強いな、やっぱプラズマライフルは。時間遅くなるっていいよね、狙った瞬間。ちょっと待って、人の死体とかはやっぱりその場でさ拾っていかないと、拾っていかないとね。How may I help you? はあ、なるほど。ロボット系の装備つけてるのか。これもレジェンダリーじゃなかった。あ、これいい。絶対これいいわ。これを50段のやつに変えるか。俺が追い求めていたライフル、やっとライフル。いや50段打ってだってあれしかダメージ入んないんだったら使い道がないよね。ほんと言おうとした。ヘッドショットも一発で倒せないし、やっぱレーザーマスケット使ってしまうよね。のね、まあここは探索するとして、ちょっとエイダ敵はいないか。いや怪しいな、扉がいっぱいあるぞ。まずちょっとこっち行く前にさ、あいる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 、はっきりいるわ。バレてる、もうバレてるよ。来てる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 。あ、もう突っ込んだ。向こうにタレットもあるんだね。敵が来るまで待つともいいんだよ。ここにダマチューブから突っ込んだ。エイダが向いてるな。
있을나? 아사를 들어간 건가 지금? 루카를 들어 또 의외다 나. 또 와. 루코인 타렛 또 하르네. 타렛 또 코아스 안에 떠났어. 루카를 내놨던 누가? 아 루카를 코아스 지 야, 그래 와달았나 도깡가이드 だから こういう時は ジェット 使って の前に タレット 破壊しないといけない で 上登れよ 上登りや 日本語が おかしくなる これ使って ここ登れれば 狙えるな レーダーレーザー弾威力高一撃だぜ体力3分の1くらい一撃で削れるんださすがだエイダーエイダー先生ここは特にどっかに繋がってるとかいやどっかに繋がってるのこれ 核物質가 있다는데 꽉 기스파도 됐네 これは どこに 있나 와우 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 やった ちょっと覚えとこう フルセットだよね、しかもここに繋がってくる感じね取ったっけ、取ったちょっと待てよ取ったよね今のはちょっと通りでパワースーツのあれなと待って、他にさ、もう一箇所あったよね、行ける場所 아, 못ってくるだけ 응? 이거 전혀 못ってきてないよね 이거 새로운 場所だよね 明らかにね 아래, 못って, こっちじゃない 잠깐만, まだこっち 行きたくない 에이다 さあやっぱり死体回収した方がいいよねなんか結構いいもの持っとか持ってたりすることあるんじゃないかこれあんま時間経つと消えてしまうんだよねこれロード挟んだりしてそれまでさ拾っとかないとここは特に何でもないかんマガジン今直近のせいかちょっとさ敵の死体拾える範囲拾っとくか どこへ倒したかって覚えてないんだよこっち行くとどうなんのターミナルがあるだけ何のターミナルだこれなんかいっぱいあるなもう噛んでいくこれはこれセキュリティドアのターミナルだねショートカットか最初 to access a terminal. 그래. 이거. 응? 이거 꽤 넓이죠. 꽤 넓이죠, 이거. 나도 들어. 꽤 여소 이상이 일근데르나. 좀 웨어자이として. 아니 파워아머의 야츠가 왔대. 타렛도壊したからちょっと取っとくか 5.56弾が これアサルトライフルの弾なんだよねだからできるだけ取っときたいちょっとここはかなり
なりの重要なエリアだと思うからしっかり探索して、これはこれはあるだけか、どこ上行くとさっきのところにいるんだろうと思った。ここにもロボットいたよね。いやこれは違うか。あ、ここ見た見た、ちょっとアイテム取っとこう。あとあっちにも行ったよな。ロボットライトアームってこれ、じゃあ行きますか。だいたい次の順路はまあここ上登ったっけ、ね、登るとこっちに行くのか。じゃあ行きますか。そうだね、向こうだね、順路としては。あ、ライト消すと何も見えない、暗すぎて。こっちだね次ね。敵の気配は、ん、あれ色敵じゃないけど敵なのか。あれ捕まってる、アイボットが。敵じゃないからまだ倒せない。いやーなんかと DLC って感じだ。本編ではあまり見なかったオブジェとかがいっぱい。助けてあげた方がいいのかな。上にも行けるけど、まあちょっとこっちの方から行ってみようか。ん？あ、そういう感じになるのこれ。あ、そういう感じ。ここは閉まってていけないから、ちょっと待ってね、首が痒い。早く全開しといた方がいいな。何があるか分かんない。セブンもされたし。ああ、これで繋ぐのね。Ahab。Ahab。でも敵のマークつかないな。これと話せって、なんかすごいのがいるぞあそこに。じゃあこっちはこれがあるのか。ここ素材とかいっぱい手に入りそうだね。とりあえず降りていいかな。じゃあここに出るのね。こっちも行けるんだよね。ターミナルを使って話すって感じなのかこれ。捕まってるな。ハックできる。んー、まずちょっと話した方がいいのかこれ、探索する前に。ついつい先に探索したくなるエリア。んー、ちょっとあの部屋だけ見ておこうか。レーザー貼ってやるな。これ相当エイダーは引っかかっても大丈夫なんだ。あれ、まず俺裏なんか変なとこ行っちゃった。待って、エイダーは全然大丈夫なんだ、さっきから引っかかってるけど。で、あ、先にこっち来てるけどいいのかな俺。話せってさっき出てたけど。まず話すかちゃんと。あ、ちゃんと話す方がいいなこれ。勝手に進んじゃう。やっぱまだラストビルいる感じだね。なんかすごい、何これ、トークできるよ。
에이다 逃げ て, あれだが話せっていうターミナルを経由して話さない。 来てる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 よ。すごい大爆発が起こってる。最もパーツがいっぱい手に入るな。これターミナルの作品見た方がいいよね絶対。あ、これ You don't look like one of the Rust Devils. What are you doing here? じゃあ、その前になんかさ、敵が来てないか。大丈夫これ話してて、俺。敵、こっちから。話して。さっき敵倒した方がいいか、これ。失敗したー。さっきこっち行かなきゃ。エイダ、すっごいなんか俊敏な動きで敵のレーザーをかわしたよね。すごいな、エイダ。レーザーかわすって。ちょっと待って。なんかさ、俺、話してる途中に敵に邪魔されそうで。もう大丈夫かな。思いっきりまあ敵いっぱいいるもんな。まずいな。今は大丈夫かな。話、ちょっと話さなきゃ。すいません。大丈夫かな。エイダ、そっち見張ってて。You don't look like one of the Rust Devils. What are you doing here? Hunting down a radar beacon. A radar beacon? How very interesting. That's a very specific part to be searching for. And you don't look like the typical part scavenger type to me. I calculate a 98.8% chance that you're looking for the mechanist. If I'm correct, and I usually am,Then perhaps we can help each other with our respective predicaments. How could I possibly help you? Willing to listen? How surprising. I'll take that as a gesture of good faith as I describe our potential bargain. Now, how can I put this as simple as possible?So someone at your processing speed can understand. In order to find the mechanist, you're going to need more than just my radar beacon. You're going to need access to the facility. I'm willing to provide said access, but you'll have to fulfill two simple conditions. One, you need to get me as far away as you can from these lunatics. And two, find me a new body. Once both conditions are satisfied,I'll gladly provide you with everything you need. Do we have a deal? Deal. Okay. Oh. Oh. ちょっとこれ試してみたいな。その可能性もあるよね。もちろん。You don't look like one of the Rust Devils. What are you doing here? マジか、こっからになるの。Hunting down a radar beacon. A radar beacon? How very interesting. That's a very specific part to be searching for. And you don't look like the typical part scavenger type to me. I calculate a 98.8% chance that you're looking for the mechanist. If I'm correct, and I usually am,Then perhaps we can help each other with our respective predicaments. I could definitely use the help. I thought you might say something like that. Now, how can I put this as simple as possible so someone at your processing speed can understand? In order to find the mechanist, you're going to need more than just my radar beacon. You're going to need access to the facility.I'm willing to provide said access, but you'll have to fulfill two simple conditions. One, you need to get me as far away as you can from these lunatics. And two, find me a new body. Once both conditions are satisfied, I'll gladly provide you with everything you need. Do we have a deal?
ちょっと聞いてみっか、一回。How do I know you'll keep up your end of the bargain? Even though there's a human brain floating in a biogel inside my head, I'm still bound by my original programming. It pains me to admit it, but one of my directives states that I cannot lie. Ever. So, while I'm not the most charming robot you've ever encountered, the last thing I'm going to do is violate an agreement we made. Now that we have that out of the way, do we have a deal? Yo. Deal. A wise decision. Once we're at our destination, I'll happily relinquish my radar beacon as a gesture of good faith. Now, I strongly suggest you stop loitering in the middle of a hostile location and get us both out of here at once. Talk. でもなんかまだ奥の方行けんだよね。なるほど。エクシットしろ。でもこれなんか助けてあげた方がいいんじゃないか。何これ、The brain won't work? Make itSmash the glass and stick your hand in it if you have to. The brain's obviously the ones calling the shot. There has to be some signal hidden inside a slimy ball of snot. We can use the leaders to the mechanist. It won't do tomorrow, but when I get someone else to do it, you won't be happy if I get someone else. Just do it. We have the blind now.Just destroy the iPod. I'm sick of hearing this incessant message about the mechanist. Bring peace to Commonwealth. What a lot of crap. Anyway, I have some idea to how we can make some sick mods for the scene. I want it disabled by tomorrow. やっぱりレーダーだね。やってることは。助けてあげたらどうなるの、これ敵対してきて襲ってくる。でこれをさハックしてさ味方にできんじゃないか、コマンド出せるんだよね。味方になった、もしかして味方になった。やった。 Come on!あれ来てる、あれどっか行っちゃった。ちょっとさ、これさらに奥の方にも行けんだよね。脱出しろって言われる。 Watch the trip wires. I'd rather keep myself intact today, thank you. とか言いながら俺はもうすでに破壊してる。どこに敵いんだろう、ね、さっきこっからいっぱい来たんだ。この扉から来たのか。ちょっと俺なんかじっくり探索したいんだよね、本当は。You really are taking the path of most resistance here, aren't you? よく喋る。特にもう全員倒したかな。まだ行ってもいたはずだよ。ここは？これすごいな、ここ本当に。まさに軍事倉庫って感じだね。やっぱいるか、まだ。どっか撃ってる。上か。バスのバラフって頑張ってる。2月か。まあ2月や。それはまあいい。上からも撃ってんな。あれ、もしかアイボットも戦ってくれてる。助けてあげたか。この上もう戦ってんな。
上にいんのか。おお、アイボット頼もしいな。もう倒した、倒して帰ってきた感じ。やるね。こうやって上から撃たれるのが一番厄介なんだよな。狙いにくいし。3対1流れ、まあ、ロボットを手荒に扱うからそうなるんだ。これは大事に大事にしてるから。レイダーもそうだし、上にいるな。いやー、もうこうやってさ、本当に上に敵がいるだけで一気に戦いにくくなるんだよ。ここもそうなんで、これほんとプラズマライフル、もうなんか全ての面においてこっちのプラズマライフルの方が普通のライフルより強い。レピトファイヤーもこっちの高いし、ちょっと待ってね。いやー、ほんとここはもう軍事系のアイテムの宝庫だな。あとでしっかり探索してちょっとアイテム回収していこう。全部出口があるとか言ってたから、まず出口を探してやめるか。ここはでももうなんかこれ行き止まりじゃないか。あれ、 iPod ちゃんやられた、もしかしてやられちゃったか。 iPod のコンパニオンとして連れていければいい。これは多分関係ない。なんかね、さっきからあれ、エイダー来てないぞ。しかも来てる。行くぞ、エイダ。あ、これ多分出口じゃないか。うん、この上に来たのか、さっきの。ここさ、やっぱりジェット使えないとさ、ここら辺の上にある取れないよね、これね、多分。あ、でも普通に、なんか普通にここから来れたんか。じゃこれだけはちょっととか、ファイバーオプティクスが。まあでもいいか。来れるね。あ、これで最初のとこに戻った感じじゃない、多分ね。一周して帰ってきた、ショートカットとか言ってた扉かな、これ。ただこれ開けるためには、やっぱさっきのターミナル、あ、もう違うし。ん？この下って俺、来た？Based on my limited experience with you, I estimate a 65% chance of making it out of here. Not optimal. An increase in effort could have an impact on the odds. 100% 大丈夫だって。まだ俺のこの、俺とエイダの力を分かってないな。なったらエイダさんが、おおっと、でもちょっと待ってよ。This is the one that ripped my head off. I なんでこれ赤色になるんだ。これを持ってくる。ずいぶん広いね、ここも。ちょっとエイダーいる。これ強いやつだな。そっか、ミサイル撃ち込むか。あんま3発撃ち込んで、あとはさっき撃ち込んで。
ちょっとエリアに任せて。俺は後ろから、よし。よし。Had I a body, I would have killed her myself. Oh well. Six of one, half dozen of the other. Good job, human. いやー、ちょっと普通のパワーアーマー着てる人もいるとは思わなかったよ。レーダー系のパワーアーマー着てる人はね、今まで結構いたけど、普通にこれ T、しかも T60! しかも全部レアついてるし、いやー、取るしかないっしょ、これ。ナイス。おー、何？エレクトリカルディスチャージ、やったー、これ新しい DLC 武器じゃない？イエスイエス。 T60 の全部レア装備だ。あれ、上は普通のやつか。いやー、まさかの。ちょっとこれは多分持てないんじゃないかな、これ以上。エイダに、まあでもいいか。どんくらい今持ち物、もう結構360円かな。で、ここ相当だぞ、ほんとに。だってミサイルさ、リロードしとかないと、いざとなったら。よしよしよし。ここは別に無理して今開ける必要ない。ファットマンがある感じ。なかなか出られないね。ずいぶん広いですね、このエリア。さっき開いたっけ。何発くらい。ああ、もうさすがに結構使ってきた。こっちは、ちょっと待って、これ解除した方がいいんじゃないか。あ、うん、どっち行くべきだ、こっちと。ちょっと見てみる。手前から埋めていくか。あれ、こっち出口じゃないか。あ、これ出口だね。先にちょっとあっち行ってみるか。あれ、これ最初のとこか。あ、一周して戻ってきたのね。ここ最初開かなかったとこだね。ショートカットだなとか言ってたのか。しー、出られたぞ。 60% とか言われたけど、エイダさんの力は見くびっちゃいかんよ。やっぱ安定の強さだな、エイダさんは。遠距離近距離全てに対応できるし。Thank goodness we are out of that hole. Don't think your job is done. I refuse to cooperate until you provide a body that meets my standards. まあ、俺のロボットなんて改造すれば。Heads up. I'd be happy to help if I can. Here you go, Ada. The final radar beacon. I'll need that head back when you're done. Of course. Shouldn't take but a moment. There you go.Still in one piece. I'm not sure why you want the head back. All we needed was its radar beacon. Besides, robo-brains are notorious for being, well, a real pain in the neck. What else do you know about them, Ada? Quite simply, it's the first time General Atomics produced a successful union between organic matter and robotics. The brain is used both as a control unit and a data storage unit, which is far more efficient than using standard circuits. Unfortunately, there were a lot of programming issues with these robots, which caused them to be a bit, shall we say, unhinged. Hopefully, this particular robo-brain will have some of the answers that we've been seeking.A union of organic matter and robotics? Sounds an awful lot like a synth. Not at all. The
RoboBrain was built with a very different design philosophy in mind. General Atomic's intent was to use the human brain to augment the robot's functions, primarily to accelerate the decision-making process. Free thought and individuality was never intended. These were expressly built like soldiers, to follow orders without question. The RoboBrain's unfortunate tendency towards violence and aggression should be considered more of a malfunction than a calculated decision. Now that you have the final radar beacon, will it be enough to track down the mechanist's location? I certainly hope so. I've already started the calculations while we've been having this conversation. That still doesn't explain why you need that head back. We still need it, Ada. I believe it can help us access the mechanist's facility. Of course. It makes perfect sense that the mechanist would not only keep its location a closely guarded secret, but would secure it against intrusion as well. I'm terribly sorry. I hadn't considered that possibility at all. I'm afraid when it comes to assisting humans, I'm not doing very well lately. なんか今のがこれフラグとかにならないよね。大丈夫か、リーダー。 Why would you say something like that? Isn't it obvious? Ever since I let my friends die in that caravan, I feel like I've been failing in my duties. I chose the route we took the day we were attacked. Perhaps if I'd selected an alternate route, they'd still be alive. Sometimes I wish that Jackson had programmed me with my personality mode set permanently to disabled. Yeah. どうすればいいんだ? Your personality mode? What do you mean? Most robots have a personality mode select available to them for their creator to utilize. Turn it on, and we're designed to talk and act more like a human. Turn it off, and we're no better than a mindless automaton. Jackson said he didn't think of me as a servitor robot. He treated me more like a friend. So he permanently set my personality mode to on. He said I should never lose my identity. I suppose I'm starting to think he was wrong. Where are you going? Have I offended you in some way? Heads up. Yes. Here you go, Ada. The final radar beacon. I'll need that head back when you're done. Of course. Where are you going? Have I offended you in some way? Look alive. Yes, sir. Here you go, Ada. The final radar beacon. I'll need that head back when you're done. Of course. Shouldn't take but a moment. There you go. Still in one piece. I'm not sure why you want the head back. All we needed was its radar beacon. Besides, RoboBrains are notorious for being, well, a real pain in the neck. We don't have a choice. It claims we need it to access the mechanist's facility. How foolish of me. It makes perfect sense that the mechanist would not only keep its location a closely guarded secret, but would secure it against intrusion as well. I'm terribly sorry. I hadn't considered that possibility at all. I'm afraid when it comes to assisting humans, I'm not doing very well lately. Be ridiculous. If it wasn't for you, we couldn't have gotten this far already. That's kind of you to say. Ever since I let my friends die in that caravan, I feel like I've been failing in my duties. I chose the route we took the day we were attacked. Perhaps if I'd selected an alternate route, they'd still be alive. Sometimes I wish that Jackson had programmed me with my personality mode set permanently to disabled. Most robots have a personality mode select available to them for their creator to utilize. Turn it on, and we're designed to talk and act more like a human. Turn it off, and we're no better than a mindless automaton. Jackson said he didn't think of me as a servitor robot. He treated me more like a friend. So he permanently set my personality mode to on. He said I should never lose my identity.
I suppose I'm starting to think he was wrong. 야, 다메다. 에이다가 このまま で 行ってほしい. だから you are ね。 Your personality defines you as an individual. Never let that go. You're right. All of the good memories I've experienced being Ada would be lost if my personality mode was shut down. I can't afford to lose them. I really think I needed to hear that from someone else. Thank you. Now I've distracted you for long enough. I'll finish up my calculations while you deal with our new friend, Jezebel. Hopefully, she'll be able to grant us access to the Mechanist's facility and we can put an end to this nonsense once and for all. うん。いや、なんか最後にこれエイダそのパーソナリーモードみたいなオフになってしまって、すべて今までの記憶とか、このなんかエイダとしての人格みたいなものが失われてしまいそう。いや、そんなことにはならないよ。なんかこれ何かのフラグのような感じがするな。確かにね、エイダは他のロボットと比べたらすごい人間らしいというか。 そういうことだったのね。そういうモードがモッドが埋め込まれてるって感じか、エイダ。なるほど、なるほど。じゃあ次ここエリア探索、一回ちょっと止めた方がいいのかな。長くなってる。ちょっと一回これ止めて、じゃあ次回はここの探索からってことでいきますか。ちょっとエイダに一回いらないもの全部預けて。 Look alive. Yes, sir. エイダ。These are for you. ありがとう。 一回止めていいかな。